皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回はですね、こちらのソニーのカメラレンズっていうのが8月1日本日ですね、今日から値上がりしたんですけども、まあ、大体 10% 平均で値上がりするというところだったんですけども、実際ねちょっとね値段確認してみたんですけども、結構ね 10% どころじゃない値上げしてるカメラとかねあったりするので、ちょっとその辺のお話を今回ね雑談でやっていきたいと思ってますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、というわけですね、本日8月1日からソニーのカメラレンズ関係がですね、まあ、一斉に値上げされるということで、まあ、大体 10% ぐらい平均で値上げされるということだったんですけども、実際ねちょっとサイト見てみると結構値上げされてます。10% どころじゃなかったです。で、例えば今ねおすすめしてる ZV-E10 というね、もう本当に手軽に一番最安値ぐらいで買えるすごくねコスパのいい性能のいいカメラっていうところで ZV-E10 っていうのを結構ねご紹介してるんですけども、これがねやっぱりね2万円ぐらい値上がりしてるんですよ。で、7万8000ぐらいで買えてたものが9万8000とか10万円近くになってるんですよね。いや結構高いぞと思いましたね。で、 ZV-E10II っていうのがだいたい13万円とかで、まあ、カメラ単体で13万円とか、もしかしたら13万円切るぐらいの価格で買えるところもあるんですけども、そう考えると価格差っていうのが 2,3 万ぐらいしかないんですよね。なので性能の差を考えると、まあ、2,3 万プラスして ZV-E10II 買った方がいいよねっていうところにもなってきております。まあなので ZV-10 よりも、まあ、ZV-E10II 買わせたいんだろうなっていう風な、まあ憶測もちょっとね見え隠れはしてるんですけども、そうですね、まあ圧倒的にね ZV-10 がちょっと安かったんです。半額近くぐらい、まあ半額までもいかないけども、結構ね半額近くぐらい安かったんですよね、 ZV-10II と比べて。まあそこがだいぶねちょっと縮まったかなってところで、まあ、ZV-E10II っていうのはちょっとね高いんですけども、まあ、ZV-E10 と比べたら、まあ、そんなにね差がなくなってきたので、 ZV-E10II の方を買った方が、まあ、お得感というのはあるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ZV-E10 もそうなんですけども、例えば α6700 っていうのも ZV-E10II とねそんなに価格差がねめちゃくちゃあるわけではなかったんです。本当ねどのくらいだろう、4万とか5万ぐらいの差しかなかったので、まあ、圧倒的に α6400 の方が性能が上なんですけども、まあ、価格がそんなに変わらない。もうボディ内手ブレ補正も入ってるし、まあ、動画も写真も性能的にはもう全ての面で上なのに、まあそんなに価格差がなかったっていうところで、6700の方がお得でいいんじゃないのっていうふうに言ってたんですけども、ここもね2万5000ぐらいねやっぱ上がってました。まあサイトによってね価格の違いっていうのはあるので、値上がりのね金額の差っていうのはまた違ってくると思うんですけども、私がねよく使ってるサイトっていうのは大体2万5000ぐらいですね、価格が上がってました。6700、もう20万円超えてましたので、前まではね18万ぐらいで買えてたんですけども、やっぱりね20万何千円かとかにねなってたので、やっぱり結構ね値上がりしてるなっていうふうに思いましたね。まあサイトの中でも自分が登録してから今どれくらい値上がりしてるのかっていうですね、こうプラスマイナスの部分がね出てくるんですよね。自分が登録した時と比べて今いくらぐらいになってますよっていうのが出てくるんですけども、その時にも2万5000円って出てたので、自分がこれいいなって思った、まあ、発売時期だったかな、発売時期くらいにそれをねちょっと登録したんですよ、6700で。そこから比べて今ね2万5000円ぐらい、まあ、値段が上がってるっていうところで、まあ、結構なね値上げ幅かなってところで、そうすると、まあ、ZV-E10II とね結構価格差が出てきたかなっていうふうに思いますので、まあ6700のお得感っていうのはちょっとね減ってきたかなっていうふうに思います。なので、まあ、6700いいよねって思ってた方はちょっと高いよねってところで ZV-E10II に行くかもしれませんし、 ZV-E10
件がいいなって思ったけど価格差あんまりないよねって方では、まあ、ZV-E10II にねこう、まあ、寄っていく形になっていくのかなっていうふうには思いましたけどね。なので APS-C のねソニーのカメラ買おうと思ったらやっぱちょっと高いなっていうふうにね思う方も出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱり最低価格で10万円近くになってくるので、今までね7万円ちょっとぐらいだったのが10万円ぐらいになってくるので、まあ、その辺はね結構価格差出てきてるなっていうふうには思いますね。あとね α7C2 なんかもこれがね3万円ぐらい上がってたんですよ。3万円ぐらい上がってたのでこれが30万円近くになってます。いや高いですよね。前は一番安いところで25万とかで買えたんですけども、そこからまあ値段上がって本当にね30万近く、29万ぐらいかな、29万か30万近くする時もありますので、結構ねやっぱちょっと高いなって思う部分があるかと思います。なので、まあ、ここまでねソニーのカメラ APS-C フルサイズも含めて結構ね値上がりしてます。はい、なので買うのがちょっとね厳しいなって思う方もいると思うんですけども、これと比べてねこれがソニーが値上がりしたことによって結構ねニコンがまたね、あ、結構安いんじゃないのっていうふうに思うフェーズに入ってきたかなっていうふうに思いますね。例えば α7C2 と比べて、あの ZF っていうね、ニコンのフルサイズのカメラあるんですけども、これがね、まあ26万何千円かぐらいで買えますし、まあサイズによっては25万円ぐらいで買えるので、価格差考えると5万円近くの価格差がありながらですね、まあ、性能そんなにね、写真に関してはですね、ZF の方が上ですし、まあ、動画に関してはね、ちょっと負ける部分はあるんですけども、まあそこまでの機能が必要かどうかっていうところがあって、で、ZF がね、まあそうするとお得感すごく増すなっていうふうに思いますし、例えば、まあ、ZV-E10 とか ZV-E10II とか α6700 っていうのもそうなんですけども、あの ZFC なんかも、まあ、すごくねこれが10万円ちょっとぐらいで買えますので、まあお得感っていうのはさらに増してきたんじゃないかなというふうに思いますね。写真だけ撮りたいなら本当に ZV-E10II とかの機能よりも、まあ、ZFC の方が、まあ、すごくね撮りやすかったりもしますので、その辺ね、まあ、トータルで考えて ZFC っていうのは、まあ、価格もね抑えめで手に入れることができるので、まあ、おすすめポイントとしては結構高いんじゃないかなというふうに思いますね。 Z50 なんかはちょっとね今買えないですし、 Z30 だったら、まあ、結構ね、ZV-E10 よりも安く買えるんじゃないかなってところで、この辺の価格のですねバランスとして、ソニーが値上げしたことによって、まあ、より一層ニコンのね安さっていうのが際立ってきたのかなというふうに思います。で、今後ねニコンが値上げするかと聞かれると、僕はしないと思ってますね。ニコンはもうしないと思います。というのがもう円高が進んできてますし、まあ、今年末の方、例えばまあ大統領選挙が11月ぐらいにありますけども、その時にまたね円高はさらに進むと思いますし、9月のねアメリカのね、まあ、あの金利の発表の時は金利ね下げるかもしれないということで、そこでもねまた円高も進むと思いますので、全体的にちょっと円高に触れていく傾向に入ってますので、まあ円安の影響はもう今後ちょっとねなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ、ニコンに関してはあのもう今円高の方向に触れてきてるので、価格改定っていうのはもうないんじゃないかなっていうふうに思ってますので、そうするとね、まあ、価格上げちゃったソニーっていうのは、まあ、なかなかね一回上げると下げるっていうのは難しいと思いますので、まあ、その辺で今後ねニコンっていうのは価格が安くて、まあ、いいカメラが揃ってきたなっていうところで、結構ねおすすめポイントめちゃくちゃ高くなってくるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、まあ、皆さんもよかったら、もしかしたらニコンとかねそういったところで集中してねニコンに来る人がいるかと思いますので、まあ、品薄状態がね出てくるかもしれないので、まあ、早めにねいろいろ購入してみていただけたらと思いますし、 ZF なんかね Z6-3 の発表でやっぱねあの、まあ、安いなって思って ZF にね流れた人も結構いますので、その分で今供給不足も出てますので、そう考えると、まあ、早めにね ZF なんかはあの購入してもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところで結構ね、まあ、ソニーのカメラ値上げ
率っていうのはね大きかったので、まあ、他にもねレンズとかもありますし、まあ、いろんなねカメラもあります。値上げ率っていうのはその辺まだちょっと見てないんですけども、まあ、全体的にカメラレンズっていうのは値上げ幅が 10% よりもちょっと大きかったなっていうふうに思ってね、まあそうするとニコンのねお得さがちょっと際立ってきたかなってところで、よかったらね、まあ、選択肢の中にあソニーって思ってたけれども意外にニコンって、まあ、安くていいカメラレンズあるよねってところで、まあ、判断材料として、まあ、この辺ね参考にしてみていただけたらと思っております。というわけで今回の動画はここまでになっておりますので、皆さんはこれから今から何かねカメラレンズ買おうかなって思ってる方は参考にしてみていただけたらと思いますし、ちょっとね多分円高これから年末にかけてどんどん進んでいくと思いますので、年末ぐらいに、ね、発表されるようなカメラとかレンズっていうのはちょっとね安くなっていくんじゃないかなっていうふうに、価格を抑えめで発表されるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、まあ、その辺で、ね、ちょっと急いで買いたい人もしくはちょっとね待っても大丈夫っていう人はですね、まあ、その辺いろいろ考慮しながらやってみていただけたらと思っております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of